Hey everyone, how are you doing? 月下です。明けましておめでとうございます。今日明日は深夜ライブが2本あります。今日は恵比寿のバチカでマーブルというイベント、明日は渋谷のクラブエイジアでミッドナイトメロというイベントに出ます。ということで今年もよろしくお願いします。頑張ります。クルーの皆さんで、どうも。ああ、メガネある。メガネあるけど、かけてないまだ。ライブ1日目恵比寿バチカを終えまして、朝方帰ってきて寝て起きて、バッチリ二日酔いで、それがようやく落ち着いて、これからライブに向かうって感じなんですけど、マーブルっていうパーティー自体が結構呼んでくれて、毎回ね、バチカ行くと大体いつもバカすか酒を飲んで、キャッホーってなって帰ってくるんですけど、昨日も例に漏れずそういう感じで、で、今日がライブ二日目っていうのはもうあらかじめ分かってたんで、二日酔いにならないために何がいいかみたいなのをすごい聞いて、こじこじちゃんと弾き語り女の子が、ラムネがいいですよって言うから、ラムネ買ってって、でラムネガリガリ食いながら、あと水もめっちゃガブガブ飲みながら酒飲んだんですけど、結局帰ってきて起きたらすごい気持ち悪くて全然意味がなかったっていう。昨日のライブはでもあれですね、水曜日のカンパネラの剣持秀文さんが出てたんですけど、音が超エグくて、僕低い音出す人すごい好きなんですけど、どうしたらそんな低い音出んのっていう低い音ブワーって出しながら、サンプリングした声でめちゃめちゃリズム刻んだりとかしてて、すごいかっこよかったですね。あとはマハラージャンさんが、マハラージャンさん一発目で出てて、おかげさまでなんか仲良くなったんですけど、かっこよかったですね。ファンキーでした。面白い人だったし、邪気のないこう逆センス、好感が持てましたね。ということで今日のライブも頑張って張り切っていっていきたいと思います。Hello.
投げ